はい、FM 流進堂 DJ のよろしです。くじくんがですね、所沢ビエンナーレの話したいって言うんでしましょう、うん、はい、ぶっちゃけていきましょうよ。ぶっちゃけね、まあぶっちゃけなくても第1回のビエンナーレということで、はい、実はね、去年のプレイベントを見逃していて、今年見るの楽しみにしてたんですけど、うん、まず何といっても作品よりも空間が良かったですね。空間がね、とにかくその所沢駅の駅前に広がる、うん、西武鉄道の、まあ生産工場もしくはその整備工場の会場を展示会場として使うということで、その全国の廃墟萌えの人、廃墟マニア、工場マニアの人はぜひ行くべきです。はい、そういう切り口もありますね。アート好きじゃなくて廃墟好きに来いと。そうそうそう、あとプラステッちゃん来いと、鉄道マニア来いと、レールの上で寝れるとか、寝ろと、レールに燃えろと。ごめん、今レールでね、頭の中のこう記憶が開いちゃったんだけど、何でしょうか。最近ね、Google でくじって入れると、くじ達也じゃなくて、くじアリスっていうのが出るの。誰？誰だよ、それと思ったわけ。その可愛らしい名前は。調べてみたら、三陸かなんかの、あっちの方にくじしってあるんだけど、三陸鉄道の、なんか。あれでしょ？東北でしょ？キャラクター、鉄道の路線をこうキャラ化した。キャラクターがくじアリスさんだったんですよ。で、顔は路線？いやいや、路線じゃなくて、あの駅員さんみたいな感じなんだけど。ああ、架空のキャラクター。そうそう、架空のキャラクターで。車掌さんですか？よくほら、あの、萌えイラストってあるじゃないですか、最近。あの漫画調のね。漫画でちょっとなんかアニメチックな女の子が、あの米を担いで。米を売ってたりするじゃない。あったあったあった、いわゆるさ、ブランド、あるブランド的なものを作るためのキャラクターを利用するっていうね。あったあった。それのね、一人にくじアリスっていうのは知らない間に出ていて、くじと検索したら、割とそのくじ達也も出てくるはずだったのが、それが誇りだったのに。いや、誇ってはいないんだけど、完全クジアリスに置いていた。負けちゃったんだ。負けたね。キャラクターものはね。じゃあ、あれ怖いわ、それ。三田村なんとかっていうキャラクターが出されちゃったらさ、俺も簡単に負けるわけでしょ。てか、流神なんとか、流神さつきみたいなのが出たら、流神堂なんてもうあっという間にこう、検索から下がっちゃう。俺今までさ、人に紹介するときに検索してっていうのは結構割と言ってたの。面倒だからそれ言えなくなるね。まあすみません、また話が脱線してしまいました。引き込み戦ですよ、ね、くじさん何夜にわたって伸ばすつもりですか。話もちゃんと引き込んでいかないと、そうだよね。所沢まで、所沢に持っていかないとね、来てもらわなきゃ。まあその空間が面白かったと、で、あの溝口くんが作品を出してるんですよね、はい、まあ日芸の、まあ若手の作家の中では割と今ね、頑張っている、まあしかもその将来的にも有望な、まあ、センスのある作家ですよ、はい。かなりね、出てるものも完成され尽くしているなという感じがして、ファッションセンス丸、顔丸、見た目丸、性格丸、お前どこになんかこうなんかあるねんと、弱点どこにあるねんと。まあまあ、美術もできると。
その作品がねかなり完成されていて、まあ、良かったんですけど、今後のこの展開を見たいなと。あのスタイルのものっていうのはもうそろそろ完成された、うん、そのハンガー掘って、うん、それをこう写し取った紙を並べて展示をすると、うん、でそこから先次どうなるか楽しみだなっていうのは正直思った次第ですね、うん。話戻すと、その彼が今回その監督をして映像作品を作ったっていうことが一つの、その彼の中では新展開だったとは思うんですけれども、まあ、それが彼の本当のメインなのかっていう問題はまだ考えてもいいかなっていうこととしてあるっていうのと、あとやっぱり僕が一つ言いたいのはサイトスペシフィック、サイトスペシフィック、スペシフィック、スペシフィック、スペシフィックの問題を言いたいんですけれども、やっぱり僕は、その美術館とか、いわゆるホワイトキューブのような環境でやらない限り、うん、ああいった特徴的な場所を展示会場として選ぶっていうことは、うん、やっぱり作家はその土地だったり地域だったり、何らか、意識する必要があるんじゃないかなっていうことを、うん、まあ僕は新潟で学んだんですよ、うん、そういったことを。それに対してやはり作家同士の展覧会に対するイメージに対する話し合いがなかったんじゃないかなと、うん、まあみんな作ったものとりあえず持ってこいという感じだったんじゃないかなっていうのが一つ大きな僕の中の疑問点としてありました、うん、ただこれはもうどうでもいいやって言われんとそれまでで、うん、まあ、自分たちはこれでやりたかったし、なんかコンセプトとしてはそれも確かになんかあの歌ってたと思うのね、自分たちはどうでもいいやというか、うん、美術と作家のため の, そのビエンナーレをやるというふうに作家がそのディレクションしてるからね、もともとでも言っちゃなんだけど、あの空間に負けちゃってるんじゃないの、うん、作品がさ、そこはだから、うん、土地っていう土地だったり場所っていう問題を考える必要があるんじゃないかな、うん、だから向き合って生み出していくっていうのも面白いかもね。ただどっちのね、スタイルも僕はありだと思うの。もちろんその、とりあえず展示の場所が欲しい人たちだから、作家っていうのは、まずはその場所を作ることから始めようということで、あの展示をしたとするならば、まああれ、第1回目の展示だしね。それもありかと思うけれども、